He is the first person to be on this show for the third time. <laughs> <laughs> このコーナーはイングリッシュドクターの私西澤ロイが英語キーワーーーーーーワドににな方イインタビューするコーナーです。るココナナでこのコーナーは西澤ロ FFC ロイ友会の提供でお送りします。ということで最初に言った英語は「He is the first person to be on this show for the third time」ということで僕の目の前にいるゲストさんがえこのコーナー初3回目の ご登場ということで早速ご紹介したいと思います吉野式記憶術とかスリタンが人気の、えー、記憶術の専門家吉野邦明さんですおはようございます,はいます今日もよろしくお願いします <laughs> もう2度あることは3度ある、はい、3度目の正直でも今日もよろしくお願いしますはいよろしく光栄でございますよろしくお願いします 簡単に自己紹介をですはい、えっ、ー、と脳トレ記憶法の講師をやっておりましてですね、記憶術をお伝えしております。で、えー、英単語を覚える本を出しまして、えー、15万部突破。えー、その他に写真見るだけで、えー、記憶力上がる本とか出しております。ロイさんに買いがっていただいております。ありがとうございます。いやあのー、言おうと思ったこと言われちゃったんですけども、<laughs> まあこのね本を出しちゃいまして、はいまえー、イラスト記憶法で脳にすり込む。 単語略してスリターンという本で、はい、あの初回出ていただいた時が7万5000部 2>,、はい、2回目1年前に出ていただいた時が13万5000部だったのが今15万部突破、はいはい、年末に滑り込み15万部になりましたありがとうございますごいます,すごい,いやということで、はい、まあ大活躍していらっしゃる、はい、吉野さんと今ね僕実はあの一緒に英語の教材の開発というか、はい 楽しいのやらせていただいておりますはいさせてていいいただいていましてちょっとねその話を今日はねあのしたいなということで今日お呼びして対談という形でお届けしたいと思いますはいで、まあ、どんなね英語教材作ってるかというとあの暗記のいらない暗記が一切いらない英語の学びですよねでやっぱね英語みんな暗記科目だと思ってるんですよね そうで僕はそれをあの暗記病うん、鵜呑みというね、うん、英語病に分類していてでねやっぱ暗記病のそのうのみのせいでみんなね英語嫌いになってくるんですよ、うん、私もそうですそうそれのね大きな原因でで、うん、僕はねこれ本当なんとかしたいはい思っていてで吉野さんのねやっぱこのスリターを見たときにこれだと思ったいやありがとうございます僕がそのね言語学とかに基づいた形で感覚こうですよ っていうのを吉野さんにすり込んでもらえたら最強の英会話教材最高の英語教材ができるんじゃないかとでそこに、ね、あの挑戦したくてで今、ね、一緒にやらせていただいてる、はいるわけなんですけどその、ね、やっぱ暗記、まるはい、丸特に丸暗記、棒暗記よく,、うん、よくないじゃないですか、うん、どうやって理解すべきかというところをちょっと、ね、その記憶の見地からぜひ教えていただきたいんですけど。頭が理解する、る覚えるっていうのは ああれねねっていうのがあるんですよ、ね、例えばプリンって言われたら、うん、あのプリンプリンってしたおいしいお菓子ねって分かるんだけど、人によってはプチンプリンが出てきたりしま <laughs> 世代的にね。うん、けど、アセチルコリンって言われたら、わって言って。 アセチルコリン、それは確かにね、イメージ湧かないですね。で、プリンっていうのは、ああれねって浮かんでくる、これが本当に理解した状態、英語もこういうふうに、単語、すべての単語、ああれねっていうふうになっていけばいいわけなんですよね、確かに。そのためにどうやって脳にすり込むかっていうところが、だから、そのなんか、実体というか、イメージというか、それが必要なわけですね。実体の体は、体っていうのを書いて、実体っていうんですけど、その通りです。ななるるほほどど で、えー、その実態をつかむところで、はい、まあ僕もねその解説をねしてで吉野さんがそのね表現するってことまあやそのプロジェクトでやってるんですけども、はいはい、このプロジェクト実は名前が昨日決まりました昨日決まりました発表させていただきますお願いします <laughs> じゃじゃ五感イングリッシュそういい名前ですこれは。 いや本当ね2人で、ね、悩んだせいにうまく表現していただきました。あ本当ですすか、はい、ありがとうございますだからその、ね、五感を使って、はい、五感、ファイブセンセスですよ、五感を使って英語を理解していこうというところなんですけども、その五感を使うってちょっとどういうことなのかというところを、はい、記憶の話をお願いしますまず脳に入ってくる情報っていうのは、五感を通じてしか入ってこないんですよね、その五感で脳は理解をしているわけなんです。うん、でレベルが実は3つあって 記憶のレベルが3つあって、レベル1がゴロとか活字で覚えてる、とかレベル2が視覚情報、見た情報、写真とかで覚えてる状態、動画とかで覚えてる状態、レベル3がそれに匂いとか味とかがついてくる、レベル3プラスがあって、それに感情までついてくるこの3つのレベルがあるんですけども、まずちょっとレベル1からお願いレベル一、レベル1、ちょっと例で説明した方がいいかもしれないですね。 ロイさんどこ行きました修学旅行まあ例えば京都。京都行きましたね、うん、その時頭の中に京都っていう活字が浮かんできましたか、うん、いやいやいや、なんか金閣寺とかね、うん、そのいったあの五重塔とか清水の舞台出てきましたっ、うん、ということは、思い出したときに視覚情報で思い出したじゃないですか、うんうん、活字では出てこなかったですよね、うん、だから脳にしっかり定着するときには、実はね、レベル2かレベル3なんですよ、ーそれを丸暗記っていうのはレベル1でやろうとしてるんですよね、アップル、リンゴ、アップル、リンゴとかって。 そうじゃなくてレベル2から先レベル2レベル3で覚えるのが実はあの語感を使ってえちゃんと理解して頭に入れましょうこれが今回のポイントですね。そうだからアップル、うん、リンゴ、うん、って言ったらそれイメージがなくて文字だけでやってますよね。だってアップルって言えばあの赤い丸いやつよね。 とか人によってはあのうさぎ型に、ね、耳のように立ててくるカットしたやつよね、うん、っていうのが浮かんであこれアップルっていうのかってやったら入ってくるわけですよね必ずそれが浮かんでくるそれが実体最初に、ね、ロイさん言ってくださった、うん、その実体、はい、を視覚でイメージできるとか、うん、あとはだかの五感だから匂いがこう触った感じこうととかか酸っぱいとか味がどうだとか。うんうん さらにその先に感情が乗ってきたりもしますよね。でそうやって捉えることがより深い理解になっていくってことですよね。で深く理解するから深く脳に定着していく記憶されるわけですよね。でこの深い理解がないから表面的な暗記丸暗記になっていくてだから英語理解できないし嫌いになっちゃうっていう覚えられないしそこをねそういうことですそういうことです。我々ははい でちょっとねじゃあその五感を使って理解する、はい、どうやればいいのかっていうのをちょっと英語に当てはめて、はいはい、ということでねちょっとねフリップを用意してみましたま,あまずねその「take」っていう動詞があるわけで,すよ、はい、でこれは、まあ、そのね、まあ、よく分かんないって人も多いかもしれないですけど、はい、まあ例えばね「取る」とかね、うん、そんなことを思ったりもするかもしれないんですけども、うん、でもね例えば「take out、うん」っていう表現があったらなんかねレストランで「take out」みたいなの知ってたり、はいはい、あとね例えばテイクオフ「take off」 これでね、リリークするでしょう、はい、とか、あとなんだっけ、えー、と写真を撮るのはテイクアフォトとか、うん、テイクアピクチャーみたいなテイク使うねとか、うんえー、お風呂に入るのはテイクアバス、シャワーだとテイクアシャワーっていうのをいちいち暗記してるんですよ。これをね、たくさんあって、覚えるの大変だと思って、すごくいるんですよ。 もう辞書で引いたらテイクの意味だけでも、何十個も出てきます。そうそう、もう三ページ四ジいくじゃないですか。はい、そうそう、それを覚えるのが大変っていうのが暗記なんですよね。そうじゃなくて、これを感覚で掴んでほしくて。はい。で、僕もね、だからテイクっていうのは、手で掴むことなんですよっていうことを。伝えるんですけど、皆さんね、それをね、暗記しようと。するテイクは手で掴む。こと手で掴む。テイク。って言って覚えるんですよね。さっきのレベル一の言葉で。そうじゃないというところで。吉野さん。はい。どう掴めばいいですか。そうそうそう。 今からですね、あなたの右手が UFO キャッチャーに変わります。机の上、もしくは膝の上に手を置いてください。右手をですね。あ、利き手でいいですね、利き手。で、その手を上に上げます。一緒に上げてください。UFO キャッチャーの手になったつもりで、前に伸ばします、ガガガガガガ下に下ろします、グーそして、ガチッとつかります、ガシャッ。これがテイクの感覚ですよね。ああ。だ言葉で、 ね<え>手でつかむ,つかむじゃなくて,なくてあなたの手を UFO キャッチャーになったつもりでぬいぐるみをつかむあの瞬間、うん、やったぜみたいなが、ね、しっとこの感覚を思い浮かべながら理解したらいいわけですよね、うん、そうそうこうやって、ね、このやっぱ動作のイメージ、うんね、この動き、うん、これを、ね、体で覚えるのすごく大事なんです、ね。はい そういういことです、はあ、だからね、こういうのを実際に真似した方は、本当にね、あテイクってこういうことねっていうのが、見てるだけじゃなくて、自分でやることが大事ですね、自分の五感で感じることがね。でね、いろんなフレーズがあるって、さっきもご紹介したんですけども、はい、これ全部ね、今のテイクの感じが共通してるんですよね、はい、ここから広がっていくんですよね。例えば、じゃあ、テイクアウトっていう時に、はい、まあ、そのね、ちょっとレストランのテイクアウトは忘れていただいて、はい こうアウトだから外な感じなんですね。だからテイク掴んで外に出すとか、だから日本語でもね取り出すって言いますよそういう感じの動きなんですよね。でこれを吉野さんちょっとまたね表現をお願いします。名刺交換するときにこう名刺料出してきてですよ。こうあどうもこんにちはって言ってミン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 ガガガガガガって来てつまんで吉野でございますってこうやって。 出しますよねこれまさにこのつまむ時にね重なってたらとかって言って頑張ってつかむこの瞬間にテイクのこのつかむっていう感覚があってテイクアウトして吉野でございますこう出すわけですそうだから名詞入れの中に入ってる入ってるもの名詞はイン・イン・ザ・何とかなわけですよねイン・ザ・ケースイン・ザ・ケースの中それをアウト・オブ・ザ・ケースアウト・オブ・ケース出るわけですよねだからテイクアウトそれをね感じることができると 暗記じゃなくなくるんです、はいはい、でそれを今ねちょっと時間ないんで説明できないんですがテイクオフとか他のねいろんなテイクを使った表現、うん、これ全部ねこの感覚をもとに理解していけばい暗記がね本当いらなくなるんですそうです染み込みます体に、うんはい。ということを、うん、ほんとね英語教育全般で僕ねほんとねこのね暗記世の中英語暗記科目だっていうのをねもうなんとかしたいんですよ。はい 記憶って簡単だっていうのを伝えたいときにでも僕には英語の専門知識がないから困ってたんですね、うん、でそこに言語学のロイさんが来てとね組ませていただいたんであの正しい知識っていう部分はロイさんがやってくれるで僕がすり込むっていうのでいいものができていくと思うんですよねいや本当にね、うん、あのすごい手応えを僕も感じてるんですけどす、ね、でそのねプロジェクト、はいえー、五感イングリッシュプロジェクトなんですけども、はい、まあねだから老若男女って、ね、もうね、はい 小学生中学生からもうお年寄りの方までみんな英語を、ね、暗記するんじゃなくて身につけられるっていうのをいろいろ作っていこうと思いますし、はい、1> 第1弾として「脳、はい、トレ英会話」という、ね、そういうプログラムを、まあ、英会話教材をリリースしたんですよね。はいはい、でまあこれは本当に、ね、第1弾でこれからもいろいろ作っていくんですけども、はい、ちょっと、ね、この脳、えー、トレ英会話の話をしたいんですけども、はいはい、この脳、ね、トレ英会話一言で言うとどんなものかというとですね、うん 1> 1覚えると100使えるると、うん、使使ますね、うん、まさに、ね、そういうもんだと思っていて、うん、世の中のね英語の学び方ってだから効かないだから1覚えて1使える、はいうん、で場合によっちゃはねマニアックすぎてね1も使えないのもいいんですよ。<laughs> 1>, <laughs> 1覚えたんだけど0.2しか使えないとかねそういうのがいっぱいあったりして。はいはいはい だからね皆さん、ね、英語覚えるの大変ってなっちゃうんですけどそうじゃなくて1を覚えると100使えるんですよそういうね、だからこの感覚で掴むそうするとね、これがね、どんどんね、木が育っていくかのように広がってくんですよ掛け算も聞きやすいですね、本当に脳に刷り込まれてますからそうなんでで、すよ、はいだから例えば今、手クくていう1つのね、基本動詞 を取り上げたんですけど、この一つしっかり掴むだけで、それがね、百に広がる。で、こういう動詞がいっぱいあるわけですよ。はい。メイクとか、ハブとか、ゲットとかね。で、こういうのを使いこなせるようになると、本当ね、いろんなことが言えるようになるし。吉野さんがその感覚で、教えてくれてるんで、その感覚が入ってくると。英語がね、自然と出やすくなる。そう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 。小学生でもやってくれてるらしいですよ。ハーブ空間とかって言って。うん。ん。 そうだからこうやってね、うんはい、ねノートレ英会話っていうね、はい、英会話教材をまあ開発、まずはね第一弾とし,てしたっていうことなんですけど、はい、でそこでね一個ポイントは、はい、さ,っさっきからね吉野さんにやっていただいてる、はいるちょっとねこうショートコント的な、はい、とこなんですよね。そこ一番大事なとこですね。うんうん、日常生活の中であのあなた自身が見覚えのあるワンシーン、それを五感でもう一度あなた自身に再現していただくために私がコミカルに 演じてます。うん、で、コミュニカルに演じてるやつは、あなたも一緒に真似してもらうと、ああ、このかこの感覚ねっていう五感で分かっていただける。うん、その瞬間に、脳に、その単語の意味が、刷り込まれるっていう、そういう仕組みになっております。そういね、体を張っていただいて,、ね体張ってます。筋肉痛になってます。はい。<laughs> 老体に鞭打って。<laughs> そうそう、結構、ね、息切らしてね。頑張っていただいたんですよ。<laughs> はい。 そのショートコント、もうね、学んだ方は、ショートコントでね、笑ったとか、楽しく見につく、やっぱりね、楽しいこともね、大事じゃないですか、夢に出てくるってクレーム来ましたね。それ、うなされてないですよね。うしい悲鳴ですよね、ね。なるほど、なるほど。ということで、そのね、ショートコントを使って、感覚にすり込む。そうすることで、自然と英語が出てくる。そういう学び方をね。 まあ今後もね僕らあのどんどんね、提供していきたいと思ってますので、はい、はい、興味ある方、ぜひチェックしていただければそうですね。はいというふうに思います。このね、ノートレイ会話、実はね、もう LINE 登録者すでに数万人、そ,そうそうそう、う<の>嬉しいです。いまして、本当にありがたいことです。と、はいうことで、ちょっとね、もうお時間なんです。ということでとあ、いといとであっという間でしたけれども、今日のゲストはですね、はい、吉野式記憶術、はい、そしてスリタンが人気で、一緒にノートレイ会話。 開発させていただいております、えー、記憶術の専門家吉野邦明さんでしたありがとうございますまた来年行きます <laughs> <laughs> そうですね四回目また4回お願いしますいや本当にありがとうございましたはいということで今回のゲストはい吉野さん本当にありがとうございましたいま、えー、で以上西澤ロイの頑張らない英語をお届けしましたのはイングリッシュドクター西澤ロイでした次回の放送は4月9日です See you on April 9th Bye Bye 西澤ロイの頑張らない英語、このコーナーは西澤ロイ FFC、ロイ友会の提供でお送りしました。